幼なじみの元カノの結婚式に参列するはずの夫が見知らぬ女性と挙式していた。式場で夫を捕まえ問いただすと悪びれもせずこう言った。長年の夢だったんだ、由美子先生と結婚するの。だから2週間以内にマンション出てってくれよな、桃川を連れて。二つ返事で私が応じるとでも？俺もう飽きたんだよ、沙織の夫、桃花の父親って立場に。ママがあれだけ望んでたのに、生まれたのは女だろ？正直がっかりだよ。陽子がにんまりと笑う。だっちゃん、由美子先生が大好きだったのよ。あの方は男児を設けてるから実績あり。やっとうちにも跡継ぎ誕生だわ。沙織、顔は悪くないし、頑丈そうだから男を埋めると踏んだのにさ、期待して損した。尊大に言い放ち、控え室に入っていく達也と義母。徐々に冷静になった私は、込み上げる激しい怒りに体を震わせた。女しか埋めなくて悪かったわね。私も娘に無関心な父親なんて願い下げよう。このままで済むと思ったら大間違いだわ。私は沙織、フルタイムで働く36歳の主婦だ。夫の達也とは会社の友達を通じて知り合った。結婚前の挨拶で私を睨む義母の陽子が気になったが、同居の話は出ていないし、たまに会うだけならいいやと自分に言い聞かせたのだ。数年後に結婚を後悔する羽目になるとも知らずに。母さん、男を欲しがってたのにな。なんで女なんだろう。このセリフ、桃香が生まれてから何回聞いただろう。達也は一人っ子の長男だけど、サラリーマン家庭だから後継ぎ問題とも無関係。陽子や達也がそこまでこだわる理由がわからない。達也は桃香が泣いていると、ママ、桃香のおむつが濡れているみたいと私を呼ぶ。食事中に桃香がうとうとしていると、寝かしてきたらと私を呼びつける。桃香をあやしたりおむつを変えたりせず、一切関わらないでおこうという姿勢はすがすがしいほどだった。達也、家事や育児を手伝ってほしいの。なんで？母親の仕事でしょ。このやりとりのたびに私はため息を押し殺し、自分が動いた。私が仕事を始めれば渋々でも手伝ってくれるだろうと期待したのだ。私は1年後に仕事を再開した。買い物に保育園のお迎え、帰宅後は桃香にご飯を食べさせ、風呂に入れて寝かしつける。1歳を迎え、可愛さが増した桃香は自己主張も始まり、声を荒げたくなるのもたびたびだ。そこで達也に簡単なことから頼んでみたのだが、全くの無駄だった。達也は帰宅するやソファーでゴロゴロ、携帯ゲームをしながら、ご飯まだと私に催促する。こんな父親でも小さい子には必要だと個人的に思っている。実は私の母が子供の頃に離婚しており、苦労して私を育てる様子を肌で感じてきたのだ。それに母にもあまり心配をかけたくない。孫が女というだけで父親に疎んじられているなんて知ったら胸を痛めるに決まっている。それで達也のそんな様子は母に報告せずにいたら、ある日決定的な出来事が起きた。美容院を予約した日に、桃香を預ける予定の母が体調を崩してしまい困っていると、達也が家で見ると言い出したのだ。3時間ぐらい楽勝と胸を張るので、私は信頼して出かけた。さっぱりした髪でマンションに戻ってくると、玄関越しに桃香の泣き声がする。胸騒ぎを感じながら部屋に入るや否や絶句した。
足の踏み場もないくらいにおもちゃが散らかる中で、桃花が顔を染め、エビ反りになって泣いている。桃花を抱っこであやしていたら、おむつが脱げ、床に音を立てて落ちた。わあ、パンパン。まさか一度も変えてないの？ああ、忙しくて忘れてた。携帯の動画に笑い転げる達也から、携帯を取り上げ、壁に投げつけたくなる。お尻、かゆかったでしょ。かわいそうに。すっきりしようね。桃花のお尻を拭く私に、達也が不機嫌そうな顔を作った。せっかく見ててあげたのにさ。いいよもう、これからは何もしない。へそを曲げた達也は、それ以来、桃花が転んで床に頭をぶつけて泣こうが、桃花に見向きもしなくなった。桃花が3歳を迎えてしばらく経ったある日、達也が唐突に言った。明日の晩、小学校の同窓会があるんだ。ふーん。二次会があるから、ホテルに泊まって翌朝帰ってくるよ。宣言通りに翌朝帰った達也は、珍しく上機嫌だった。いやー、懐かしい奴らに会えたよ。みんな結婚したり子供がいてさ。うちの子が2歳だと話したら、お前に父親なんて務まるのって笑われたよ。失礼だよな。さすが友人。よくご存知だわ。昼食のそうめんを茹でながら、私は深くうなずく。そうだ。明日から毎日残業があるよ。週末は県外に出張が決まった。え？言い忘れてたんだよ。達也が言い添え、着替えをしに2階へ上がる。達也の会社は中小企業で、忙しさは年間を通し安定している。繁忙期以外の早出や残業、休日出勤がない代わりに給料も平均くらいだった。それからはまるで転職したみたいに、達也は忙しくなった。連日の残業に休日出勤、そして出張。もともと桃花が寝ている間に出勤していたのに、帰りまで遅くなると、娘と顔さえ合わせない日が続いた。でも私は、しめしめと思った。ろくに会えない日が続けば、達也も娘が恋しくなるに違いない。ところが実際は逆で、私が桃花の話をすると、眠いから今度にしてと話の腰を折り、パパーっと桃花が寄って行っても冷たく突き放した。俺さ、仕事で疲れてんだよ。これじゃ全然気が休まらない。桃花はパパが家にいて嬉しいのよ。塗り絵や折り紙で遊んであげたら？そう頼むと達也の機嫌が悪くなる。はあ？俺をどこまで働かせる気？勘弁してよ。イラついた口調でそう言い、さっさと書斎にこもってしまう。何より不思議なのは、達也の給料明細だった。残業に休日出勤、出張とくれば、給料が大幅アップするはずなのに、以前と全く同じなのだ。週末に桃花を実家に預け、友人とカフェでおしゃべりした際、私が達也への不満をぶちまけると、友人はあっさり断じた。絶対浮気してるよ。やっぱりそう思う？でも、車の座席に長い髪の毛があったりとか、ナビの行き先にホテルが設定されてたりとか、そういう証拠が見つからないのよ。携帯は浴室にもベッドにも持ち込んでるし。まあ、そのうち尻尾を出すでしょう。そんなやりとりがあった数日後、また突然の報告があった。明日結婚式に呼ばれてたんだ。ティアラ星野で開催だってさ。そんな大事なこと、もっと早く思い出すよね、と突っかかりたくなったが、私は我慢してさりげなく尋ねた。誰の結婚式？いとこ？それとも友人？
首をひねって考えあぐねた末、ポンと手を打った。幼馴染の元カノ。元カノ？新郎にはいい迷惑じゃないの？幼馴染だからいいんだよ。そのまま海外出張行くから、帰りは一週間後ね。達也の会社、海外支社なんてあったっけ？あるよ、イタリアに。お、仕事の打ち合わせだ。携帯をチェックし、満面の笑みで書斎へ向かう達也を、私は不信感を込めて見送った。翌朝、達也は普段着で出かけていった。スーツは？と聞くと、レンタルだという。達也が出かけてしばらく後、掃除機をかけていた私は、ソファーに達也のクラッチバッグが置いてあるのに気づいた。中身を確かめると、財布やハンカチ、ティッシュが入っている。公の場に携帯一つで参加するのはみっともない気がして、私はすぐに達也の携帯に電話した。はい。達也、お財布忘れてるよ。ティアラ星野だよね。届けてあげる。いつもお世話になっております。申し訳ありませんが、ただいま取り込み中でして。おかしな会話を始めた達也に、私は目をしばたいた。達也くん、そろそろ着替えてだって。誰と話してるの？女性の声が電話の向こうで聞こえたと思ったら、一方的に切られた。何か怪しい、と女の勘が働く。駅前のティアラ星野なら車で片道30分だ。財布をひっつかみ、桃花を車に乗せて家を出た。途中で実家に寄って桃花を預け、大回りしてティアラ星野に到着する頃に昼食時を迎えた。何回だろうとキョロキョロしていると、円形に純白の花をあしらったウェディングプレートを見つけた。目に入った名前にポカンとする。新郎、石神達也。え？二度見したが、間違いなく夫の名だ。うちの名字はかなり珍しく、偶然とは考えにくい。疑問符で脳内がはち切れそうになった私は、プレートに記載された鳳凰の間とやらを覗いてみようと思った。重厚な扉を腕一本分くらい開け、顔を押し当てる。華やかなステージでは、新郎新婦が仲良くケーキ入刀を行っていた。新郎を見て、度肝を抜かれた。なんと、幸せそうな花嫁に寄り添うのは、達也ではないか。由美子さんは、達也さんの高3の時の担任でした。達也さんはこの度、14年に及ぶ恋を実らせました。美しきカップルでございます。熱意たっぷりの司会に、達也の同級生と思しきテーブル席から歓声が起きる。由美子先生、お幸せに。達也、よかったな。恥ずかしそうに微笑み交わす由美子と達也の姿に、今すぐ式をめちゃめちゃにしてやりたい衝動に駆られたが、まずは事情を聞こうと考え、お色直しに移るのを廊下で待つ。しばらくすると、ざわめきとともに会場の扉が開き、達也が現れた。スタッフに先導されて歩きかけ、私に気づいて硬直した。沙織。あなた、いつに戻ったのかしら？すみません。5分したら行きます。怪訝そうなスタッフに告げ、達也は私の手首を掴んで、廊下の奥へと引っ張った。油汗を浮かべ、私に顔を寄せる。沙織、なんでこんなところにいるんだよ。財布を届けると言ったでしょ？一体どういうつもり？俺の長年の夢だったんだ。由美子先生と結婚するの。だから邪魔するなよ。私は思わず額を押さえ短足した。この人、何を言っているんだろう。だから離婚したいの？
でも順序が逆よね。いや、まだ間に合う。旅行から戻ったら入籍なんだ。そこで達也がふんぞり返った。一週間やるからマンション出てってくれ、桃香を連れて。はあ？二つ返事で私が応じるとでも？すると達也はダダッコみたいに声を荒げた。もう飽きたんだよ、沙織の夫、桃香のパパって立場に。ママがあれだけ望んでたのに、生まれたのは女だろ。正直がっかりだよ。たっちゃん、そろそろ着替えしなきゃ。達也を呼びに来た陽子が私を見て驚きを浮かべたもののにんまりと笑った。たっちゃん、由美子先生が大好きだったのよね。あの方は男児を設けてるから実績あり。やっとうちにも後継ぎ誕生だわ。沙織は顔も悪くないし、頑丈そうだから男を埋めると踏んだのにさ、期待して損した。尊大に言い放ち、控え室に入っていく達也と翔子。一人残された私は、呆然とその場に立ち尽くした。まるで私が悪いみたいな言い方だ。廊下の隅で徐々に冷静になった私は、こみ上げる激しい怒りに体を震わせた。女しか産めなくて悪かったわね。私も娘に無関心な父親なんて願い下げよう。このままで済むと思ったら大間違いだわ。しばらくするとお色直しを終えた達也が陽子とスタッフを伴い戻ってきた。しつこい元カノなんです、気にしないでください。スタッフは私を一別し、何事もなかったかのように達也を前のドアに案内する。陽子は哀れみをたたえた視線を私に送り、後ろのドアから会場に入った。やがてピンクのドレスで再登場した由美子に達也が鼻の下を伸ばした。由美子先生、ピンクも似合うね。石神井君も紺のベストとネクタイが素敵だわ。そろそろ下の名前で呼んでよ、由美子。達也君。二人は私の気持ちも知らぬげにうっとりと見つめ合う。ラブラブモードの由美子には廊下にポツンと佇む私など目に入らないみたいだ。そりゃ平然と新郎を演じる達也に嫁と娘がいるなんて誰が思うだろう。義母とグルになり自分を騙しているだなんて。そう考えると年齢の割に初々しい花嫁が哀れに思えてくる。新郎新婦が会場に戻り、扉越しに披露宴の活気が伝わってくるのを感じながら、私は携帯の画面に指を滑らせ数人にメッセージを送った。最初に現れたのは岐阜だ。私が送ったウェディングプレートの写真に半信半疑だったが、自分の目で見て事態を悟った。私を見るなり深々と頭を下げた。沙織さん、申し訳ない。あの二人は一体何をしとるんだか。いいんですよお父さん、後で本人たちからしっかり謝ってもらうので。心からすまなそうな義父に私は確認した。ところで例の件は準備してもらえましたか？ああ、うちで宴会中だったから全員連れてきたよ。義父が手で示した後方を振り返り、私はにやりとした。さすがお父さん。スタッフさん、ちょっとお尋ねしたいのだが。義父がスタッフに道案内を頼み玄関の方へ去った際に、私は重厚な扉を細く開けた。お、ちょうどいいタイミング。私は思い切って両開きの扉を全開にし、後ろに向かって呼びかけた。達也の親戚の皆さん、出番ですよ。おお、行くぞ。先ほどまで飲んでいただけあって、達也の親戚一同はあから顔でハイテンションだ。
達也と陽子さんだけ法事に参加せんと何やっとるんだ。まるで披露宴みたいだな。誰だあのべっぴんさんは。おい達也、沙織さんがいながら違う嫁さんと結婚する気か。ちょっと困りますよ。慌てふためく司会者に私は話しかけた。新郎の親族紹介まだですよね。終わりましたよ。達也さんは母子家庭で育ち、親戚に縁を切られたということで、参列者も見ての通り高校のご友人だけなんです。だそうですよお父さん。私は遅れてやってきた義父を振り返った。いつお母さんと離婚なさったんですか。まだ夫婦のはずだぞ。今回の件で離婚が脳裏をちらつき出したがね。あなた。青い顔で成り行きを見ていた陽子が消え入りそうな声を出す。そこでようやく披露宴に乱入された由美子が私にいぶかしげな視線を向けた。あなた達也君の元カノですよね。式を台無しにするのはやめていただけませんか。いいえ、妻です。由美子の目が点になる。ちょっとこういう嫌がらせはやめなさい達也。もっとうまく別れられなかったの。母さんごめん。おい、文句は後で聞くからさ、今は式の最中なんだ。大勢の人に迷惑がかかるんだからやめろよな。由美子を背でかばい格好をつけた達也が、次の瞬間あどけない声に凍りついた。パパ。パパ。由美子の視線が通路の端に注がれる。私の母に抱えられて会場に降り立った桃香が、通路に降ろされ達也めがけてよちよちと歩いてくる。これまでは血は喧嘩の延長と思われて、あちこちで忍び笑いが起きていたが、娘の登場に参列者はにわかにざわついた。それはそうだろう。よちよち歩きの子が嘘をつけるはずがないからだ。母と桃香を巻き込むのは申し訳なかったが、今回の件はさすがに黙っているわけにはいかなかった。母が激怒したのは言うまでもない。娘への愛情などかけらもなさそうな達也も、囚人監視の前で桃香を追い払うのはさすがにできないと見える。苦虫を噛みつぶした形相で膝を折り、桃香と視線を合わせた達也に、桃香はあどけない疑問をぶつけた。パパかっこいいね。ありがとうな。ねえママ、パパは今日も忙しい？そうみたいよ。このお姉さんと結婚式なんだって。桃香がつぶらな瞳を丸くしてちょこんと首をかしげる。パパママと結婚してるよね。なのにお姉さんとも結婚するの？達也が気まずそうに桃香から視線を外す。ああ。パパモテモテだね。お家ではゲームばっかりしてるのに。どこからかクスクスと笑い声が漏れる。明日からは新婚旅行にも行くみたいよ。イタリアに。いいな。ももちゃんもパパとお出かけしたいな。じゃあ頼んでみたら。そうする。パパももちゃんも連れてって。ダメなの？お家のそばの公園にも連れてってくれないもんね。ダメだってママ。こら、そろそろおしゃべりはよしなさい。十面で注意を促す達也に、由美子が険しい表情で詰め寄る。石神君、どういうこと？この子はどこの子なの？実は元カノの子供にパパって呼ばせてたんだ。だからこいつ俺をパパだと思ってるんだよ。そうよ。
達也の苦し紛れの言い訳に、私は堪忍袋の尾が切れた。そう、じゃあこちらも遠慮しないわ。達也と陽子に、そう心の中で短歌を切る。桃花の前で膝を折り、私は微笑みかけた。ねえ桃花、パパと別々に暮らすことになったら寂しい？直球の質問に、桃花は首を横に振り、あっけらかんと言い放つ。ううん、桃花ママがいればいいよ。そう、よかった。パパ遊んでくれないし、すぐあっち行けって言うもん。パパいらない。ここまできっぱり言われるとは予想外だったに違いない。達也がショックを隠しきれない面持ちで、桃花の小さな肩をつかみ、焦りをにじませる。桃花、パパがいないと立派なお家も新しいお人形も買ってもらえないぞ。いいのか？何言ってるの。あなたより私の方が給料いいのよ。あと、さっき私にマンションを出てけと言ったけど、名義人は私ですからね。一週間以内に出ていくのは達也よ。私の言葉に、それまで黙っていた陽子が目を向いた。達也、あなた嫁と子供を食わせてるって言ったじゃない。俺がいないとあいつらは路頭に迷う大黒柱なんだって。嘘だったの？やっぱり見栄を張ってたのね。お母さん、私が産後すぐにフルタイムで復帰したのは、この人の給料が日本の平均年収以下だからですよ。陽子ににらみつけられ、達也が首をすくめる。母が眠そうな桃花を抱き上げ、会場の外に出ていくと、達也の親戚たちもぞろぞろと外に出ていった。腕組みをした由美子が達也に詰め寄り、きつい眼差しで達也を見上げた。で、さっきの女の子は結局石神井君の何なの？あと、この人は元カノ？奥さん？はっきりしてちょうだい。由美子の苛立った声に、それまでざわついていた会場が水を打ったように静まり返ると、会場の扉が開き、スーツ姿の男性二人が黒い手帳を高く掲げながら、ずかずかと会場に踏み込んだ。達也と陽子を交互に眺め、固い口調で話しかける。あなたが石神井達也さんで間違いありませんか？はい。重婚の疑いがかかっていますね。署までご同行ください。え？達也と陽子が驚愕を浮かべた。無論、通報したのは私だ。あ、まだセーフです。はい。俺、まだ由美子先生と席入れてないもん。この後妻には離婚届を書かせるんで大丈夫です。刑事がキョトンとした顔つきで達也を凝視する。達也は由美子に笑いかけ、私には命令した。つうわけで由美子先生、一週間だけ待ってて。おい沙織、先生を困らせないためにもちゃんと離婚届を書いて出しとけよな。堂々と開き直った達也に陽子も同調する。そうよ刑事さん、出来損ないの嫁には離婚してもらう予定なんだから、あんた今日にでもその子を連れてマンション出てってちょうだい。だからあの部屋は私が名義人だってば。はあ、バッカじゃないの。由美子が吐き捨てた。達也と陽子を冷たく睨みつけ、腕組みのポーズで罵声を浴びせた。あんたみたいな嘘つきと結婚なんてごめんだわ。シングルマザーだからって見くびらないでよ。言っとくけど、私もあんたより年収上だから。ママ、由美子先生が怖いよ。昔はあんなに甘えさせてくれたのに変わっちゃった。怯える達也を陽子が抱きしめ慰める。だっちゃん、無理して結婚しなくてもいいのよ。これからはずっとママと暮らしましょう。
お取り込み中のところすみませんが、行きますよ。刑事の一人が陽子と達也を引き剥がす。お母さんも銃痕をそそのかした疑いがあるので、一緒に来てくださいね。はあ？私は関係ないでしょ？刑事の手を振り払った義母に、達也が絶望感をあらわにした。そりゃないよ、ママ。同窓会で先生と会うと言ったら、浮気を勧めたのはママじゃん。男の孫が欲しいのよ、期待してるわ、なんて葉っぱかけといて、自分だけ逃げる気？まさか本当に式を挙げるとは思わなかったのよ。冗談が通じない息子だわ。ツンと顎を上げ釈明する陽子に、達也はしらけた様子だ。美しい母子愛は儚く崩れ去った。はいはい、続きは留置場でね。刑事たちにせかされ、達也と陽子はノロノロした足取りで会場を後にした。先ほどまで幸せそうに頬を染めていた由美子が、憎悪に燃える目つきで達也と陽子を睨む風景を見て気の毒に感じてしまった。二人が去ると、岐阜は体をくの字に曲げ、真っ先に由美子に謝罪した。次に由美子側の参列客たち、最後に司会者にも頭を下げる。由美子は怒りの持って行き場がなかったのだろう。ブーケを床に投げ捨て、ぐしゃぐしゃに踏みつけると、肩を怒らせ会場を立ち去った。それを合図に残っていた参列客も会場を出ていく。司会者はガランとした会場を見渡し、やれやれと言いたげに首をすくめてため息をついた。私は控室で待つ母と桃花のもとへ行き、今日のお詫び代わりに昼食をご馳走したのだった。今回が初犯で未遂だったため、達也の銃痕罪には執行猶予がついた。私と由美子が服役を望んでいなかったのもあり、達也と陽子は3日後には釈放された。悪態をつきながら留置場を出てきた達也に待っていたのは、私と由美子への膨大な慰謝料、そして桃花の養育費だ。岐阜に愛想をつかされた陽子は離婚を言い渡され、また達也と一緒に結婚式場への賠償金を払う羽目に陥った。慰謝料を払いたくない達也と陽子は散々言い訳を並べ、金額を負けろと食い下がったが、これ以上渋るなら裁判に持ち込むと脅したら、やっと諦めて応じた。特に岐阜はこれまで積もり積もった鬱憤があったようだ。今まで君のわがままに振り回されてきたが、今度という今度は我慢ならない。慰謝料は勘弁してやるから、家を出てってくれ。そんな、私結婚してからずっと専業主婦なのよ。今後どうやって生きろというの？陽子は義父に泣きついたが、義父は財産分与で共に住んでいた家の評価額と退職金の半額を陽子に渡し、家を出て行ってもらった。また義父は、今後はお父さんに一切頼りませんという念書を書かせ、達也との親子の縁を切ったという。陽子は私に部屋を追い出された達也と 1LDK のボロアパートに移り住んだそうだ。だが仲良くやっていたのは最初だけ。浪費癖があった陽子は義父に渡された資産をすぐに使い果たし、達也に小遣いをせびってばかりいるので、これまでの仲良しぶりから一転、顔を見れば喧嘩の日々だとか。私と由美子への慰謝料を借金して払った達也は、正社員の人間だけではとても生活できず、週末にはアルバイトも掛け持ちして休む間もなく働いているという。夫としても父親としても最低だった達也を見限った私は、可愛い桃花との生活を満喫している。いつか娘に愛情を注いでくれるはず。歩き出したら、おしゃべりするようになったら、会話ができるようになったら。夫への虚しい期待を重ね、裏切られるたびに疲弊していた私は、桃花にも知らず知らずのうちに我慢させていたみたいだ。達也と別れてから、桃花は目に見えて明るくなり、
おしゃべりも笑顔も格段に増えた。私の休日出勤や出張の際は、これまで通り実家に行ったり母に来てもらったりと、ほどほどに頼っている。また仕事が休みの日には、桃花と公園や動物園、水族館などに行き、母子で楽しい思い出をどんどん増やしている最中だ。いない父親の分も、私がありったけの愛情を込めて桃花を育てていこう、そう心に決めたのだった。